お知らせはしっかり見ておくように。しっかり見ておかないと、後で後悔するでしょう。と、女王自ら予言しておきます。これは当たる。ああ、お腹減った。と、こんなこともあろうかと取っておいたこのハマグリ。一緒に食べよっか。おう、殻はまとめて捨てるところがあるから、そこに捨ててね。いざ、邪馬台国の復興を目指して、卑弥呼たちの戦いはこれからだ。うわー、貝を拾いに行ったり、土器をこねたり、矢板を打ち込んだり、やることはたくさんあるけど、みんなで力を合わせてやり遂げましょう。光の女王、卑弥呼参上。さあ、今日も頑張っていこう。ピーンと、託宣が来ました。むむむむ、これは新たな目標が私たちの前に現れるでしょう。というか出ました。なになに、いいもの見つけちゃった。いひひ、よかったね。なんか出た。なんだろうあれ。よし、とにかく行ってみましょう。考えるより先にまず行ってみる、やってみるのが大事よね。それじゃあ行きましょう。わー、びっくり、こんなすごいもの、トツクニからの贈り物でも見たことないかも。これには真偽は王も感心しきりなのでした。新しくやることが増えたみたいね。さあ、どんどん片付けちゃいましょう。たくさん頑張ったら今日も元気だ、お米が美味しい。やったー、女王卑弥呼完全勝利、イエーイ。これもみんなのおかげ、本当にありがとう。よーし、今夜はハマグリ祭りだ、卑弥呼踊っちゃうぞ。そろそろ邪馬台国ともお別れかな。これからこの国がどうなるのかは私にもわからないけど、きっと大丈夫。うん。それが未来につながるってことなんだから。ね。今、邪馬台国の復興を祝って、卑弥呼たちの戦いはここまでだ!しょぼーん。なんて、これからもよろしくね。ようやく邪馬台国が元の姿を取り戻しました。女王として、この時代に生きた一人の人間として、感謝を。本当に、ありがとうございました。あの亀、いちいち僕を諭すようなことばっかり言ってうるさかったけど、いいやつだったな。いや、いい亀か。姉上も戻ってきたし、そろそろこの交易所もおしまいだな。せっかく僕が集めたんだから、無駄にならないようにしっかり回収しておくんだぞ。ああ、お前か。姉上はいないぞ。え?僕に会いに来た?何を言ってるんだお前。まあ、たまにはゆっくり話すのもいいか。